あそこが長光寺さんのね、山門ですね。で、つぐばねの滝ですね。はい。こういう感じでね。で、ちょっとこう、あの辺は濁ってるけども、あそこね、滝ちょっと見てますか。あっちまで歩いていきますね。はい。はい、つくばねの滝に来ましたね。この道をちょっと下ってきたらね、行ける。さっきのところからね。ちょっと下はなぜか水が濁ってるんですよね、これ。これがつくばねの滝の特徴やね。なんか清流みたいなのをイメージしとったんだけど、もうちょっと山の中に行かなあかんのかな。あの滝の水自体は綺麗かな。どうなんかちょっとよくわからないけどね。まあ綺麗のは綺麗。ただまあ水がちょっとやっぱこう、めちゃめちゃ綺麗山水という感じはしないですね。はい。まあでもね、結構、右に飛んだり左に飛んだりでね、いいじゃない。ね。この水がちょっとね、濁ってる感じがね、気になるんやな。もしかして池の水が流れてきてるのかな？わかれへん。はい。まあしばらくちょっとお楽しみください。はい、つくばねの滝横からの風景です。クラスが邪魔になって見にくいとは思いますけどね。まあこんな感じになってますということで、感じだけ見といてもらって、またね、皆さんご自身の目でねお確かめください。こういう感じですね。はい、つくばねの滝の上流の方までやってきましたね。上流という上ね、どんな水流れてんねやろうけど、やっぱこう上が田んぼかなんかみたいになってるから、そういうののあれも流れてきてるのかなっていう感じでね、そういうちょっと水がね、あのちょっとよどんでる感じがするよね。これ山水が直接流れてきてるのちゃうかなね。こういう感じ。まああんまり下行って危ないからね。でこれが下行ってね、滝になってる、そういう感じね。でここまでも歩いてこれますから、その道通ってね。はい、お願いします。
はい、まあそんな感じですね。よいしょね。まああんまり近づいてもね。はい、ね。はい。はい、そんな感じでね、今日もご覧いただきありがとうございました。高校寺さんからすぐですんでね、ぜひ一緒に訪ねられてみてください。夏になるとね、非常に涼しいと思いますんでね。家は子たちの方はね。はい、それではまたよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価ボタン、よろしければお願いします。励みになりますので、また、よろしくお願いしたいですね。それではまたよろしく、次の動画でお会いしましょう。